ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットワーを始めていきたいと思います。年末年始の練習試合です。北のブリザード、これをもって15年目に入ります。大丈夫か、怪我はないか。窓がやっぱり早いですね。コーナーキックにもつれ込んだ。入りましたね、先制点。彩香です。さあ、センタリング。意外と強い。危ないな。ステップリーグのチームですよ、相手は。かなり意外と苦戦してる。もっと浅い点取れていいんですけどね。見よ、決まりました。2点目です。疲れが見えてきてる相手に。試合終了です。少なかった。
来シーズン備えましょう。昨年2位でした。まずオファーです。戦いきましょう。です。ファールか。またファール。軽く抜かれてるぞ。危ない。もうみゆきが。二点目を決めました。終了です。いいパスですね。理想的な点の取り方。すごい7個が。そう、出しました。その後がちょっと繊細描いてる。危ないシーンも多かったです。この構えの突破力。
で最後エリコが聞いてくれました。南からエリコ、この支配率は低いですね。決定力の差は出たっていう感じなんでしょうけど、決めてほしかった。このパスは隙を突かれる。萌がいて助かった。逆に反撃だ。オケが激しい。緑に渡って決まった。選手激しいデイリーの大きい展開の中を、美穂縦パスで緑が決めました。怒られてる。なんか課題多いですね。やっぱり上のチームと戦った方が多いのか、課題は。半分が経過しようとしています。よ、いいですね。緑、これ反則にならないのか。相手ボールをスローインかな。とかキャッチ。ミオがセンタリング。フラスコが高い。さあ、くるみ。え、オフサイドか。見られてましたね。危ない。おー、7個ノーイするか。あー、マノに入れ入ってしまった。ずっとが耐えてたんですが、マノをマノ高さがすごい。試合終了です。先制したクランガリバーズ、美穂から緑、そこでした。切り返しも地味に来てるんですよね。裏をかかれた。
支配率はこちらが高い 19%、 シュートが相手の方が多い。ということで1月を3週までやってきましたね。はい、ということで練習試合をして特訓カードを多くいただきました。この調子次回は練習試合を進めていきたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価をお願いします。概要欄にブログ、ツイッターカルチョビッターのプレイリスト記載しております。URL 記載してます。よろしければアクセスお願いします。そしてツイッターのフォローもお願いいたします。カルチョビットはやっていきました。ご視聴いただきありがとうございました。